ミゴ小林です。今回の簡単品種紹介なんですが、こちらですね。アガベのリトルシャーク。こちらのご紹介をしていきたいと思います。こんな植物になります。はい、こちらのリトルシャークというアガベなんですけれども、こちらはですね、笹の雪とマクロカンサのハイブリッドのアガベになりますね。どちらかというと、マクロカンサっぽい感じの形になっているんですけれども、マクロカンサは少し耐寒性はないんですけれども、笹の雪が耐寒性があるので、こちらのリトルシャーク、比較的耐寒性があります。土を乾かしていればマイナス8度9度ぐらいまでは耐えられているので、まあ、これがちょっと水持ちのいいもので水はけが悪かったりすると少し耐寒性は下がってしまうと思うんですけれども、鉢植えなんかで、水はけ良くしておくと意外と寒いところでもできたりしますので、このリトルシャーク結構おすすめですね。で、こちらのリトルシャークをご紹介する上で結構重要なハイブリッドのアガベがですね、こちらですね、ブルーエンバー。こちら以前簡単品種紹介でご紹介しているんですけれども、こちらも掛け合わせで笹の雪とペローナですとか、もしかするとマクロカンサをかけているんではないかと言われている、かなり似た掛け合わせのアガベになるんですけれども、こちらのロイヤルスピン、あ、こちらの、リトルシャークですね。と、こちらのブルーエンバー。違い、ちょっと見てもらいますね。ブルーエンバーの方はですね、ちょっと幅広ですね。上の色もどちらかというと赤紫っぽい感じですね。で、こちらのリトルシャークの方が少し葉っぱはすっきり細長い感じでですね、トゲの色は、より黒が強い感じのトゲになっておりますね。まあ、黒というよりは濃い紫と黒っていうような感じなんですけれども、まあそういった差ですね。あと、縁の方にこっちのブルーエンバーの方はトゲが、いっぱいあって、こっちのリトルシャークの方は縁にあまりトゲがないっていうような感じですね。そういった違いがありますね。で、ブルーエンバーの方も耐寒性はあるんで、こちらの方は普通に寒いところでも地植えできるんですけれども、こちらのリトルシャークに関しては地植えして水分があると痛みが出てくるので、若干マクロカンサが強く出ているのかなと思います。鉢でがっちり締めて作るとこういった感じで綺麗な、半円状になるので、こちらの、リトルシャークですね、ガチッと作るとかなりかっこいいので、耐寒性もある程度あるんで、鉢植えで、やるとまあ真冬室内にも取り込んだりしやすいので、僕はリトルシャークは鉢植えでやるのがおすすめなんではないかなと思っております。ということで、本日ご紹介したのはアガベのハイブリッドですね、笹の雪とマクロカンサのハイブリッドのリトルシャークでした。こんな植物です。はい、ということで、この動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミゴ、リトルシャーク。